事実は小説よりもきなりタイム、始まりだぜ。始まりだわ。今回ご紹介するのは、おへその中に住んでいたヤバい微生物のお話だぜ。ちょっと待って。おへそに本当にヤバい微生物がいるの？ああ、本当だぜ。アメリカの大学での研究でしっかり証明されてるんだぜ。しかも、霊夢が思ってる以上にヤバい微生物がいるんだぜ。あわわわわわわわ。霊夢、きっと死んじゃうんだわ。おへその微生物に殺されちゃうんだわ。そうかもだぜ。今回は覚悟して私の解説を聞いてくれだぜ。わかりました。霊夢、すまないがいつものやつ頼むぜ。この動画はゆっくりプーチャンネルの提供でお送りします。さて、霊夢が不安がってるので、まずはへその解説から始めていこう。霊夢、へそってそもそも何かわかるか？実はよく知らないの。へそって何のためにあるの？へそは妊娠中に母体と赤ちゃんをつなぐへその緒の跡なんだぜ。へその緒を通じて妊娠中は栄養や酸素のやり取りをする大切な器官だ。そのへその緒が出産後に壊死して亡くなり、へそができるぜ。そうなんだ、お母さんとつながっていた部分だったのね。でも、栄養や酸素のやり取りしてたってことは、へその穴の奥は内臓とかにつながってるんじゃないの？つながっていないぜ。そうなの？じゃあどうなってるんだ？これはへそ周辺の断面図だ。へそはただのくぼみってことなんだぜ。わええええ。お腹の中とつながってると思ってたわ。体の他の部分と違い、へそは下に皮下脂肪や筋肉がなく、奥はすぐに腹膜に続く構造になっている。だからへそをいじると腹膜に直接刺激が届くのでお腹が痛くなるんだ。おへそはノーガードだから防御力ないのね。また、体の表面で汗をかかない場所はへそと唇だけだぜ。でも、へそって汗をかかないのに、どうしてあんなにへそのゴマが溜まるんだ？いい質問だぜ。へそのゴマは、皮脂やかほこりといった汚れの固まったものだ。くぼんでいるからいろんな汚れやゴミが溜まりやすいってだけなんだぜ。やっぱりお物の塊なんだわ。やっぱりへそのゴマもこまめに掃除して清潔にすべきだよね。いや、やめといた方がいい。医師も言ってるが、へそのゴマは汚れと細菌の塊だが、特に健康被害はない。むしろ、いじってへそを傷つけてしまう方が健康上のトラブルにつながると言ってるぜ。でも、へそに汚れと細菌がいっぱいとか気持ち悪いね。さて、ここから本題だぜ。へその中に住むヤバい細菌の話に突入だぜ。せっかく忘れかけてたのに。まず、へその中の細菌の研究についてだぜ。ことの始まりはアメリカの生物学研究室の学生のくだらない思いつきだった。クリスマスカードに知り合いたちのへその微生物の写真を載せて送ろうという馬鹿げたアイデアだった。さすがアメリカ、全く意味がわからないわ。そんな馬鹿げたアイデアに、アメリカのノースカロライナ州立大学の研究チームが目をつけた。一般の方に科学に興味を持ってもらうため、ちょうど市民参加型の研究に重点を置き始めた頃だった。何よりへその中の生態系を見るという冗談みたいなアイデアが人を引きつけた。なるほど、堅苦しくなくて面白そうな研究だわね。しかも、へそは普段現れることがないから人間の皮膚の手つかずの状態で調べられるメリットもあった。呆れながらも調査に参加してくれた60名の方からサンプルを提供してもらった。そしてそれぞれの微生物の遺伝子構造を調べていった。すると、驚くべきことが判明した。へその微生物の種類はまるで熱帯雨林に住む生物のように多様で複雑とわかったんだぜ。へその中にそんないっぱい微生物いるのか？どれくらい見つかったの？2368種類だぜ。へその中やばすぎでしょ。雑菌めちゃくちゃおるやんけ。しかも驚くべきことに、そのうち1458種は新発見の微生物の可能性まであるんだぜ。へその中どうなってんの？種類多すぎでもすごいのに、新種まで大量にいるとか未開のジャングルやんけ。ちなみに観光地で有名なオーストラリアのケアンズの熱帯雨林だと、3000種類以上の植物、400種類以上の鳥類、100種類以上の哺乳類が生息してるぜ。あんな小さなへそに熱帯雨林並みの数の微生物がいるってことだな。恐ろしすぎる、これはマクツだわ。種類が多いだけじゃないんだぜ。あるアメリカ人のへそからは、日本でしか発見されたことのない微生物が見つかった。しかもその人は日本への渡航歴は一切なかったのにもかかわらずだ。どういうことだ？日本にしかいない微生物がアメリカ人のへそに住んでるって完全なミステリーだわ。
どれだけへその環境が特殊で異常かわかると思うぜ。でも、本当にヤバかったのはこれなんだぜ。へそから極限環境微生物が見つかったんだぜ。極限？なんか凄そうだけどよくわからないんだわ。極限環境微生物とは、激ヤバ環境で生息する微生物のことだ。高温環境で生息する高熱菌。水の沸騰温度より高い122度まで耐えられる微生物が確認されてるぜ。高 pH で生息する高アルカリ菌。pH12.5 という強アルカリ性環境で生息する微生物、カビキラー級の強アルカリだ。逆に低 pH で生息する高酸菌。pH0.06 という強酸性で生息する微生物で、塩酸の中がこれに当たるぜ。高塩環境で生息する高塩菌。塩分濃度がマックスの環境で生息する微生物、視界や視界以上の塩分濃度にいるぜ。有機溶媒の中で生息できる溶媒耐性菌。塗料やガソリンに含まれるトルエンの中でも増殖できる微生物、人間だと脳障害が起きるぜ。高い放射線下で生息する放射線耐性菌。人間なら1分間 0.5 グレーで致命傷なのに、3万グレーの放射線下で生息できる微生物だ。いや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 。どんな環境で生きてるねんなんで生きられるねん。こんな激ヤバな環境で住んでる微生物がなんでへそにいるんだよ。というか、へそって極限環境なのか？これが理由がさっぱりわかっていないんだぜ。どうしてその地にいない微生物がへそにいたのか。どうして極限環境でしか生きられない微生物がへそで生息できるのか。今のところは原因も理由も何もかも不明なんだぜ。もしや、極限環境以外でも生きられるように進化したミュータント微生物なんじゃ。可能性はあるよな。へその環境がどう作用したか不明だけど、一つの説ではへそという狭くて現れない環境のせいで、微生物同士が群雄割拠になりどんどん進化したって説だ。まあ、微生物が何かしらの変化をしてることは確かだな。悪い意味じゃなく、有用な微生物が発見されることを願うぜ。ほんとだわ。へそから T ウイルス出たとかシャレにならん。これからもへそから新しい微生物が見つかっていくから楽しみにしとこうぜ。といったところで、今回の動画はここまでだぜ。ほんじゃ。バイバイ。